どうも、お疲れ様です。お疲れ様でございます。今日は今、何を撮ってるんでしょうか。ディスピーデンのゲラの缶詰をしてあります。今はそこに最高と最高ゲラ、今日缶詰2日目ですね。昨日から通算だと多分40何日目って回を足していくとまあ、ラストスパートラストスパートでございますんで、なんとかですね。はい、はい、そちらは、はい、差し入れに差し入れあと、4日間あと4日間乗り切ってるから4日間これでこれでクリスマイルと買ってまいりましたこのカラズレッドブルを、ね、一番翼をください、翼をください飛べるように、ね、はい、随分買ってきました一番でかいロング缶を4本1日1本、そしてこの梅しそ納豆巻き、はい、ミスクリデンならではのセブン&アイホールに社内も割と納豆、ミスクリデンは納豆、はい、ミドドイは納豆で、ミドドイソフラボン大量に取っていただいてありがとうございます、はい、ソフラボン効果でこれも本当レッドブルと同じ数買ってくる一日こういう組み合わせ、そうね一日朝起きたらこれで必ずガツンと体にソフラボンと明日からのエナジーですねエナジードリンクのダブル効果で頑張っていただきたい、乗り切っていきたい朝食券あんのに朝ごはんそれよりもまずこっちで、なるほど、わかりました、元気づけていただければと、毎日これがなくなっていくごとに、そうね、残り日数がカウントダウンしていくというか、ね、アフガンの数で分かれていまして、いたしました。今一体どういう作業をしている段階なんでしょうか。ゲラですね。ゲラといっても多分普通の人は分からないと思うんですが、なかなか何にもない、なんていうんですかね、本になるちょっと手前の、そうですね、本の見開きの状態を、まあ、プリントアウトですね、こうね、これが本になる前の原稿の状態で、まあ最終段階なんで本当はこういうことやっちゃいけないんですけれども、なんとかこれは大変な修正で原型がもうないじゃないですかまあでもここ修正した方がいいんじゃないですかって指摘したのはこちらの人ですよね。より良い作品を読者に届けるために、届けるために提案した、結果これですね。お互いの首を絞め最後の最後の最後まで絞め合う感じで、でまあこういう構成に加えて、その構成者さんがいろんな資料をね、はい、この修正の根拠となる資料をいっぱい送ってきてくれましたね。今回は特に山盛りですね。これね、時代喪失ってこともあって、これ本当はわけわかんなくなって、このベッド一面に広げてひたすら80ページ分の構成資料だけでこの束ですからね、辞書の束。これはちなみに誰のあれですね、これ徳川家ですか。徳川家ですかね、徳川頼信、うん、ね、紀伊藩主の資料です、うん、ブワーみたいなあと、まあ細かい年表のね、徳川家には何年何月何日何があったかっていう記録が残ってるんで、それの一部抜粋とか、あと細かい小物の細かい名称とか、あと江戸時代のこの年この橋はまだなかったとかね、そういう細かいチェックをしていただいた構成者さんがいるわけで、もうこの、作品によるなっていくわけです、ね、今回の構成パワーはすごいですね、正直もうこんだけの厚みがこれが本になるんじゃないかこれそのままもう普通に受けたもんじゃないですね、厚さ的に、
はい、ではまあ中にはこういう過去のね、これちょっとすごいです、ね、これ面白いですね、うん、この作中にも登場するゴミの法王の雲出の歌と、はい、まあ、全て和歌がねこう繋がってるわけですね、うん、こう上の漢字だけを拾っていくとある言葉になる、うん、この中の漢字だけ拾っていくとある言葉になるという、まあ、超絶技巧です ね、 そうですね、神という神の領域の技巧、ね、言葉の神、この作中で、うん、ぜひなんて書いてあるかそれはこうご期待ですね、こうご期待9.4 発売の三つ国ですね9.4 はい、お呼びください。9月4日、はい、9月4日まであと残り、40日ですかね、あの足立さんからプレゼントしていただいたカウントダウン時計では確か40何日で、あのうっかり福島に置いてくるとこでしてカウントダウンの効果がないじゃないですか、ずっと鳴りっぱなしみたいな東京に持ってかないと、まあ、あとその作業を、まあ、残りこのね4日、このあのレッドブルの本数だけ働く、はい、ね、そして納豆巻きで、納豆巻きで今日炭水化物を取っていただいて、いやーすごいですね、この非常に心遣いなのか無知なのかよく分かる、いや心遣いです、心遣いですね、これ公の VTR から言っておきますまあまあそんな感じですかね。